花江さんは今日はお休みです。はい、皆さんこんにちは。私たちは K-POP と J-POP を融合して東京発ソウル経由でアメリカを目指すユブダ from K-J-POP です。はい、私たちはこのららぽーと豊洲さんのステージが大好きなので、今日もこうしてライブができてとても嬉しいです。それでは順番に自己紹介をします。私たちは全員日本と韓国のハーフだと言われていますので、日本名と韓国名があります。はい、ソヨンミユです。イエーイ。高校2年生の16歳です。よろしくお願いします。イエーイ。次はヨリ。はい、アリンヨリです。イエーイ。中学3年生の15歳です。よろしくお願いします。イエーイ。次はサラン。はい、サラモモです。イエーイ。中学2年生の13歳です。よろしくお願いします。イエーイ。次はリコちゃん。はい、ゆげんリコです。イエーイ。中学5年生11歳です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、次はセカンドシングルのカップリング曲キャッチミーマイハートです。聴いてください。まともにの見れない、そういつからなんだろう。ちらり目と目がこう合うたびでそわそわしてるさ。知らないふり毎日できないよね。もっと知りたいよ。驚く心の中気づいてよね。少しだけ意地悪で照れ隠し、素直じゃない強がって、ごめんねね。